皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、もうおつまみとして抜群の砂肝を使った超簡単で美味しいネギ塩炒めの作り方を紹介させていただきます。そしてね、砂肝を美味しく食べるための簡単な下処理方法と、動画の最後にね、ちょっと私食レポしながらまとめてるんですが、そこでね、塩加減についてのめちゃくちゃ覚えておくと料理の味がワンランクアップするね、いい情報を紹介しますんで、ぜひ最後までね、動画を見て実践してみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら砂肝、まあ砂ずりとか言いますけど、1パック約 200g です。はい、こちら今回ね、青ネギ1パックたっぷり使います。そして味付けはお塩。今回砂ずりの量の約 1%、 2g 使います。だいたい小さじ1杯が 6g ぐらいなんで、3分の1程度ですね。できたら砂ずりの 1% 用意してください。はい、おろしニンニク小さじ1杯ほど、ごま油少々、材料は以上です。はい、まずは砂肝の下処理からしていきます。こちらこういう風にね、つながった状態で売られてると思いますので、真ん中で切り分けてください。はい、そうするとこの両サイドに白いね、硬い皮がついてるんです。そして特にこのね、根元のあたりがめちゃくちゃ硬いので、できたら取り除いてください。これ反対側に向けてまな板にピタッと押さえる。そしてこのちょっと飛び出てるところに包丁を滑り込ませて、スススッとスライスするとね、はい、こんな感じで綺麗に取れちゃいますんで、まあここも食べれるんで、多少硬くても問題ないっていう方はそのままいっちゃっても問題ありませんが、私はこれね、丁寧に取り除いといた方がシャリシャリコリコリっとした食感がね、楽しめるんでいいかと思ってます。はい、こんな感じね、まな板にピタッとくっつけて、下に押さえるような感じでまな板に沿わせてスライスです。これで綺麗に取り除けます。もちろんここね、茹でて炒めたりポン酢で食べたりしてもね、美味しいんで捨てずに使っちゃいましょう。はい、そしたら今回このね、下処理した砂肝を3等分ぐらいにね、スライスしてください。はい、こんな感じ。食べ応えや食感を楽しみたい方はコロッと切っていただいてもいいんですけど、今回はね、おネギと一緒に絡めながら食べたいんで、こんな感じでね、3、4等分に適当で構いませんので、はい、スライスしてください。これ長い方がいいですよ。これ全て切っていきます。はい、こんな感じね。はい、こちら切り分けた砂肝、ここにお塩を絡めていくんですが、このお塩ね、一つまみだけ残しといてください。そして全て入れる。はい、この一つまみはまたね、これネギに使うんで置いといてください。そして全体的に混ぜ合わせてください。お塩を絡めてなじましときます。もう先にね、下味をつけとくことでめちゃくちゃ美味しく仕上がるんで、はい、しっかりとお塩を絡めておきます。はい、この状態でね、まあ5分から10分置いてなじましてください。はい、お次はおネギなんですが、まあヘタを切っていただいてね、綺麗に水洗いしたら 4,5 センチの長さでざく切り。はい、フライパン用意していただいて、ごま油ちょっと入れる。まあ大さじ1杯あるかないかぐらいで OK です。そしたらおろしニンニクね、適当にまあ小さじ1杯ぐらい。ニンニクが嫌いな方はなくても構いませんし、おろし生姜とかでも美味しいと思いますが、今回私はね、絶品のおつまみにしたいんでニンニクでいきます。パンチが効いてマジやばい。そしたらここに切り分けたネギもドカッと全部入れる。まだ火つけてませんよ。はい、そして初めにちょっとね、しっかりとニンニクとごま油をネギに絡めるように、はい、混ぜ合わせてください。はい、こんなもんで OK。 そうしたらこの残しといたお塩もね、パラパラっと振り入れる。はい、この状態で火をつけます。火力は弱火で OK です。全体的に混ぜ合わせながらじっくりとね、まずはとろーっとしんなりしてくるまで炒めてください。こうどんどんね、ジュジュジュっと焼けてる音がしてくるんで、全体的に混ぜながらお塩、ごま油、ニンニクをおネギに絡めてなじませる感じです。
はい、わかりますかね。だんだんジュジュジュという音がしてきますんで、少しね、とろっとした状態になるまで混ぜながら炒めてください。この弱火でじっくり炒めて火を通すことで、ネギの風味やニンニクの香りが引き立ちね、このおネギの甘みもね、増してきますんで、じっくりいっちゃいましょう。はい、わかりますかね。だいたい2、3分炒めたら、ちょっととろっとした状態のおネギになってきます。そしたらここへね、お塩をしてなじましといた砂ずり、全部入れてください。はい、火力弱火のまま、このおネギをしっかりと絡めるようにしながら、全体的に混ぜながら火を通していくだけです。まあ、だいたいね、2、3分ほどこのまま炒め続けたら OK ですよ。はい、こんなもんですね。もう全体的にお鍋を絡めながら炒めるだけで、この初めはね、砂肝が真っ赤っかですけど、白っぽく全体に変わってから1分ぐらい炒めたらね、もう中まで火が入るんで。はい、これで盛り付けて食べちゃいましょう。はい、完成。もうコリッコリの食感が癖になる絶品おつまみ、砂肝のネギ塩炒め。まあお好みですけど、黒胡椒なんかね、仕上げにパラッとかけたり、一味をかけても美味しいです。まあそのまま食べてもマジで美味しい、ハマる食感なんで、ぜひ一回作ってみてください。それではキュームポーチ、いただきます。あ、最高。やっぱこの砂肝は食感がいいっすよね。そして今回皆さんに覚えてほしいのは、このお肉なんかを炒める時の塩加減、食べた時に美味しいって感じるのは約 1% らしいです。だから今回ね、この砂肝の量の 1% の 2g で完成させました。これ覚えておくと便利です。まあいちいち測るのめんどくさいですが、感覚を覚えちゃえばね、パーセントで仕上げると、こういう砂ずりとかだけじゃなくね、牛肉、豚肉、鶏肉も美味しく食べれます。はい、そしてこのね、おネギと絡めて食べる砂ずりはね、マジでおつまみに最高。今日も行っとく？はい、行きました。今日も遊びちゃん飲んじゃおう。はい、最近マジでこのビール毎日飲んでるわ。めちゃくちゃうまいんでおすすめっすよ。説明欄に購入先 Amazon のリンク貼ってるんでね、ビール好きの方マジで飲んでみてください。やっぱビールと砂ずり最強の組み合わせですね。コリッコリでおネギの風味も効いて抜群やわ。ビール止まらんやつ、何本でもいけそう。いや、やっぱ砂ずりは最高やわ。もうささっと炒めるだけでマジでうまいんで、ね、ほんとおすすめ。おつまみとして優秀すぎる。うますぎ。